ウィニングポスト9 2020。好啦，到咗后半期嘅赛事啦，咁就将会更加精彩啦。而家都系，出現撞嘢嘅情況啦。一隻衝擊三半馬口嘅獅子，同埋仔咧，
九月夜，九月三。哇！另一隻兩嘴新星馬出自係彼得精選嘅後代。輸入入輸入本輸出嘅馬都過水嘅。
呢只四號碼真係 On the Sunrise 爆冷門啊！喐先馬去跑海船添。肯定冚第三啦。
生粋のスプリンター生粋のスプリンター充実一途注目の一頭4コーナーカーブから直線コースに向きました。ダービーデジャブ先頭、あと 200m 後続を引き離しにかかります。2番手はダービーフィーバー、ダービーデジャブ2着アジャーリング、ダービーデジャブ1着、2着はダービーフィーバー、これが世界の実力だ。ダービーデジャブ成四个欧洲骑士、日本骑士抢嚟抢骑、抢骑抢马，你都未听过，闻所未闻。四个日本骑士喺欧洲抢马骑，
色就下發挑戰三連勝嘅挑戰協助呢只馬力騎啦，今次會騎成點嘅？大家睇一睇。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。インプレッササリー先頭、残りあと400m、長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ。睇嚟如果贏埋呢場，就可以話有機會稱霸歐洲嘅一千之馬。有四個馬位以上啊！神馬真係犀利啊！日本和美國都有人有馬匹去贊呢場草地大賽，都可以話叫做多啦。三歲新星馬都第五熱門啊！成全寶呢場都只係第三熱門啫。大圖理今場騎緊點樣啊？阿凡就騎呢只川田將雅，又騎呢只美國之夢，贏咗爆熱彈滿啊！好前面大賽成功連霸，仲要帶得好硬啊！大圖理都唔掂啦，成功喺兩歲賽之後再好啊嘛！成功起碼。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。リース先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。リース先頭、内からぐんぐんとダービーレイディオ先頭、あと 200m ダービーレイディオ伸びてきた。2番手はオヤミフーフーゲン、終於無敵啦你。贏到啦，仲要都四千分添，又攞次咗足足。
啊，另一隻馬推薦。まあ、獅子馬王が来るような時代がリーチかもしれません。発達の可能性は G1 の大舞台、馬馬は振り毛の美しい馬体が、さあ、牝馬3冠へ挑戦。母が成し遂げた異様に追いつくことができるのか。
ファンも奇跡の親子三冠制覇を期待しています。ダービークローズ勝利につけマイペースでいけばゴールが見えるダービープランス。 G1 の大舞台、馬場はどんな走りを見せてくれるでしょうか。ネバーファイナンス G1 の大舞台ですが、臆することなく挑みます。テレマークテヘラ2番人気はこの馬です。ファンの期待を背に優勝を狙います。シュティフィンガードラマ、この馬も虎視眈々と G1 制覇を狙います。ガーネットカップ、決めて勝負ならこの馬にもチャンスあり。自慢の末脚を見せるか。アートベルティニ、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。マーキングモーガン、人気はそこそこですが、関係者からは自信のコメントが返ってきました。ここは期待したいところです。ダービーマフィン、振り毛の美しい馬体が G1 の熱気で燦然と光り輝きます。アパレルシチ、 G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。ダンシーファルコン、レミ馬としては不利な外枠ですが、この馬のレミっぷりに注目です。グレードのダービー、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。オリーブガダリン、前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。ウェルブッズ、さあいよいよスタートです。京都競馬場、三歳牝馬による最後の大レース、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のエルブッズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ダービークローズ、好スタートを切りました。ダービーライブラ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくダービークローズ行きました。続いて前へ行くのはダービーライブラ、さらにはダービーマフィン、 G1 馬グレードのダービー、その後ろ、この辺りで第1コーナーに向かっていきます。これに続くのがダンシンファルコン、ネバーファイナンス、それに続きます。並んで6番ダービーフランス、間が空いてテレマークテヘダ、防衛シネマ、すぐ後ろ、その外にスピンガードラマ、黒の帽子、ムズアイランド、その後ろ、その外からマーキングモーガン、その隣にオリーブ・ガダリン、力はダービーコーラム、その外にアートベルティン、ガーネットカブ、そのうちに続いています。並んで栗色の馬体、ウェルブッズ、 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ10馬身、とめのない展開になりました。前はトレードのダービー、ダンシンファルコン、ほとんど差がありません。ダービーマフィン、3番手ダービークローズ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はダービーマフィン、トレードのダービー続いています。ライダーが相手、ダンシンファルコン、さあ直線に入りました。これからの勝負、あと 200m、 先頭は変わってダービークローズ、残り 100m、 後方から一気にダービークラム、2番手はダービーマフィン、ダービークローズ今ゴール、段違いの強さです。ダービークローズ1着、2着はダービークラム、ダービークローズついに牝馬3冠達成です。競馬史に残る名牝の誕生です。马母女终于再赢千马三冠，亦都是视为王的女赢千马三冠。
前に向きましょう。先頭を取ったのはダーリー・クラーク、その外からアリゾナ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はビブバスミラクル、残り 200m、 一気に後続がやってきた。ワンマスター、抜けた。2番手はビブバスミラクル、ワンマスター、ワンマスター。1着、2着にはどうやらグリーティングスアミーが、勝ったのはワンマスター。見事な勝利です。英国冠军锦标赛败为大热门的经验是。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。レアリングジュリアン先頭、後続馬も足を伸ばしてきました。ドービル先頭、後続はどうか。最後の
ットわずかにパーリーデッド大勢有利喂，大熱噶啦，話啫。最終コーナーをターンして直線コースに入りました。
しい走りを見せてくれました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過して日米王者意地のぶつかり合いだ。カーブを一気に作ります。2番手はキャンビアパーク、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ガーディキロベル1着、2着はウィミンズセンシル。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ガーディキロベル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。跟住玉馬這杯次馬後賽事啦，李夏凡真係出錯啦。就贏多場，孭住方。K 再贏埋呢個咧美國嘅玉馬者杯一路賽，有位試試為王。最高評分的海旋門大賽民主中美式挑戰玉馬者杯經典賽，最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過して日本と世界意地のぶつかり合いだ。カーブを一気に作ります。2番手はマックスフィールド、ダービーレイディオゴールイン。ダービーレイディオ1着、2着はマックスフィールド。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダービーレイディオ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過して一気に後続が襲いかかってきた。ダンシングバンダ抜けた。ソウルオブヘブン差し切った。等唔住啊，争啲人。
後続は大きく離れた。サードステージ降臨。サードステージ1着2着はダービーアロング。サードステージ天皇賞新十連覇の偉業達成。今我々の目の前で新たな伝説が誕生しました。翻译龙来呀！啊，144分的國際評分，同年贏曬歐美最高水平的賽事。
新星馬天狗的仔啊，喺澳洲賽事嗰陣跑跑得掂啦。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。バーディーコンダクト先頭。しかし後続のアシードもなかなかいい。ここで先頭に立ったライフタイムクロノーグ。あと200メートルライフタイムクロノーグ。このまま振り切れるか。タンゴルドポイント食らいつくライフタイムクロノーグ。失っちゃったな。猫女郎成功爆冷人
冲刺而冇力行嘅困局。ベテランヒマバ又係啱啱好八場。征服星的后代有千三分了，我千三分了，真的頂唔到啊！頂得住啊！第二，唉，好彩。
星雲帝國的女，第三關卡 2.3 倍，12倍都懶到出汁了。我把好重啊，因为
都講得切嘅，原來呢個位。真分到尾，而家喐緊喎！真分奪秒，莫雷拉又再射一場。哇，好耐未見到莫雷拉入，真再贏下，再奪香港嚟咁屌。
幾乎全部最強的馬都在另外一邊，在日本參賽。你得精選啊，出自又輸又跑埋啦，又擺到係後啊！有一隻時時為王的女人，
黐線啊！而家叫我買時時為王俾你。爭個億幾啫，只不過係。隻都有中之美噶啦，行樂都已經六歲啦，點解？都幾好噶啦！再試試為王，爭三千幾萬，真係我評144，排名第九、第十啦。三舞台對龍神戰響，帕基之星對金之霸，金之霸對 Daddy Universe， 黃金靈人對利劍鑽石。日本方面啊，變咗 Miss Pro 贏咗成七場咁滯嘅。歐洲方面完全未見到啊，冇見到大震撼呢個血體贏呢個賽事。就係成個歐洲變咗充斥住天文學家呢個血系嘅影子。李夏凡攞最高獎金騎士。157億，生產者106億。美國方面全部佔曬咁滯啊！旋門英皇鑽石。
同埋用馬姐杯經典賽創造出六戰全勝嘅賽果。唉，普笑死！皇帝帝王嘅系普呢只仲离谱啲。梵高爾都要退役，西利士都退役。滿諾士都退咗役添。閃亮加州嚟一嚟就走啦，幾鬼快啊！成六千萬嘅呢個總值都叫做，呢一隻我就我唔要啊！呢隻你攞去啊！Thank you.
三隻非係啦，you
7,700,000,000,7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 00,000
四七五零咯，六二五零，六七五零，六八五零，六九五零。八千几过百个喎，已经。
好啦，咁到呢度啦，咁啊，多谢大家收睇啦，拜拜。